はい、今日はね、まあ、これから夕方、まあ時間あるんですけど、5時ぐらいから、ちょっと僕もさすがにもうアルバイトしなきゃいけないということで、まあ何らかしらの形でお金を稼いでいかないと、ちょっと今後この活動も続けられなくなるかなということで、アルバイトに行こうと思います。まあそんなに時給がめちゃめちゃ高いとか、ね、なんか自分の興味ある分野の仕事だとかそういうわけじゃなくて、僕はもう単純に、ね、なんかお金稼げる必要があるなと思ったんで、もうなんか親にもいちいち親が金出してやってるんだよとか、そういう類の発言をこの間されて、そんなこと言うんだったらっていうふうに思うんで、まあ、自分でもある程度こう稼いで、まあ、なんか例えば来年受験ってなった時に、なんか自分で受けたいとこ、例えばなんか10個受けたかったんだけど、もうなんかそのだいたい1個って、受験ってだいたい3万5千とか4万とかするんですよ、受験料って。だから一気にそんな、例えばお前ができやりたいからって、今大学入ってるのに30万なんか出せるわけないとか言われたらこっちは困っちゃうから、なんか自分でその困らないように、まあ、分のお金をこう自分で今からね勉強しつつ稼いでいきたいと思うんですけど、まあでも夏休みを超えたらちょっとね、それもするのも難しくなると思うんで、それまでになんとかこうねまとまったお金を作っておきたいなと。あと YouTube で活動していくに ついてもちょっとにこうカメラをこうある程度ちょっとビデオカメラにしたりだとか、そういうことが必要になってくるであろうと思うので、ちょっとそういうのにもちょっとお金をかけていかないといけないなというふうに思いますね。うん、そう、あと今ちょっといつもと違うアングルで撮ってるんですけど、一応僕の部屋ってそんな、なんかそのiPhone をこう固定する自撮り棒じゃなくて、なんかそのふにゃふにゃの、なんかその曲げて使うみたいなスタンドがあるんですよ。でそのスタンドに一応こうつけて映してるんですけど、今ちょっとこれ多分 iPad が映ってるんですけど、いつもこれで編集して動画上げてるんですけど、でね、なんかリクエストでちょっといつも下からのなんか同じ固定だったから、なんか上からの視点でもなんか見てみたいっていうコメントがあったので、ちょっとそれにお答えして、ちょっといつもとは違う上からの映し方をしてるんですけど、僕の部屋全然掃除してなくて、もうほんと汚いんで、なんかちょっとこの今画角に収まってるところは多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、できるだけ穴探しはしないでほしいんですけど、大丈夫だと思うんですけど、ちょっとね、ちょっとでも動かすとちょっと危ないんで、まあ、このぐらいにしときたいと思います。僕もちょっとね掃除したいんですけど、掃除どうしても億劫なんで、どうしようもね、なんかないなというふうに思いますね。で僕の行くバイト先もなんかその前、僕でもあの大手焼肉チェーンの牛角でバイトしてたんですけど、あそこの時はなんか 夜もなんかその日付超えてもお店やってたりするから夜遅いんですよね。で僕が退勤する時間も普通に他の人はあるんで、その仕事してたり店も開いてたりするからちょっとあれだったんですけど、今度行くとこはもう本当に夜の8時で、はい、閉めますっていうことで、ちょっとね技術員の人はなんか残ったりするらしいんですけど、僕みたいなのも関係ないし、なんかもし遅れたらなんか1分ごとにその給料が出ますみたいなことだったから、ああまあそれだったらまあ向こうも早く出そうっていう風にしてくれるからいいかなと思って、いう風に。だからでもなんかね、夕方5時以降はちょっと増えるみたいな、給料が増えるって聞いたけど、まあでも基本的には僕午前中とか早い時間で終わってきてっていう風にしたいかなと思って、今まではなんかその短時間でなんか給料いいんだけどきつい仕事をこう短時間でやってそのお金もらってたんだけど、まあ、これからこう勉強のリズムを作っていくっていうことも踏まえて、ちょっとあれですね、その早い時間とか時間をこう ある程度長めの時間をとって、その何て言うんですか、その何日も何日もやらないっていうかさ、まあでもどのぐらいお金もらえるのか分かんないけど、まあでも何万かはこう稼いでいけたらなと。今実家暮らしなんでお金がかかんない状況なんで、まあ、来年 YouTube もやりつつこう一人暮らしするっていうふうにしたいんで、そうなってくるとやっぱどうしてもお金ないとできないんで。その時の分も貯められたらなと思う。だから今年稼ぐ分のお金はとりあえず受験の時にどのぐらい自分で負担しなきゃいけなくなるかわかんないんですけど、まあ、それも含めてこう残って分を なんていうんですかね、こう来年の生活費に当てたりだとか、一人暮らししなきゃいけない時のお金に当てたりだとか、 YouTube 続けていくためにもねやんなきゃいけないんで、力まくできることはしようと思います。まあ、かといって勉強をおろそかにしたら意味がないんで、まあ、その辺もちょっと気をつけながらねバランスを取りつつ、やっていこうと思います。一応ね、今日はね大学の履修登録の締め切りなんですけど、僕全然こまえてないせいで
金曜日も授業なくて金土日って毎週絶対3連休になる予定なんです、今年は。今のところ、まあ、別に受験勉強するからいいかなと思うんですけどね。今はちょっと図書館とか閉まっててやってないんですけど、まあ、そういうところに行ったりだとか、まあ、どうせ大学に通ってんだから大学の図書室とか自習ルームみたいなところをこう使わせてもらえればいいかなというふうに思います。そういうところでちょっと勉強しつつ、なんか塾に行ってる友達とかにこう話を聞いたりとか、テキストを借りたりとか、わかんないとこ聞いてもらったりとかして、なんかやっていこうと思います。まあ、もしね、なんか僕も相当なんかむちゃくちゃなことやろうとしてるんで、なんか何らかしらの形でなんか助けてもらえるようならお願いしたいと思います。まあ、それの一つになんかこの YouTube で再生してもらって、高評価して、高評価は別に、高評価低評価は僕別にどうでもいいんですけど、見てもらって、なんかその、いろいろ拡散してもらってね、他の人にも見てもらえるようなことをしてもらってくれたらね、僕は嬉しいなと。で、そういうことをしてもらえるとね、この動画の活動も続けていけるし、受験もこうね、前向きにこうやっていけるかなというふうに思うので、まあ、その辺よろしくお願いします。はい、じゃあ、とりあえずこの動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、あと、他の動画、もよく見てください。今ね、ちょうど50本ぐらいだと思うんで、あと50本目指してこう頑張って上げていきたいと思います。はい、それじゃあありがとうございました。